はいえ。それでは、対角行列について、えー、まとめておきましょう。えー、対角成分というのは、AII ですね。I と J が等しいときの IJ 成分、AII のことを対角成分と言います。また、対角行列は対角成分以外がゼロですね。対角成分に0があっても全てが0。0行列やっても構わないんですけれども、とにかく対角成分以外が0のものを対角行列と言います。で、えー、AI を AII を AI と置いて簡単にダイヤグのカッコ A1、A2...N というふうに略記することもあります。というか、略記することでちょっと場所を節約したいと思います。まあ、この時はあの、カンまで食いて構いませんので、ダイヤグの例えば3-25というと、3-25は対角成分にある3次の対角行列というふうに意味します。 で演算の性質としてはですね掛け算に関して対角成分同士をかけれ,かければ掛け算ができるということで特に可かであるということになりますで一方だけが対角行列でも可かにはならないんですけれども両方とも対角行列であれば可かになるということですねそれから0行列と三角行列についてですけれども0行列というのは、まあ、全ての成分が0だったわけですけれども N 字正方行列の0行列は、単に O の下付き N とだけ書いてやることにします。はい。まあ、定義は全ての成分、IJ 成分が AIG が0であるような行列ということですね。で、当然 N×M 行列、どんな N×M 行列に対しても ON を左からかけると0、N×M の0行列になりますし、右から M 字の0行列をかけると ONM になります。 はいまあ、当然ですね全ての成分が0ですからかけたら0になる0の和は0ということですね。で、えー、次に上三角行列下三角行列もしくは上半三角行列下半三角行列とも言いますけれども。 これらは上、上三角、上半三角というのは、ij 成分が i が j より大きければゼロ。ということは、例えば a21 とか a53 とか a42 とか、そういったものはゼロになるわけですね。ということは、まあ、視覚的に言うと、対角成分より下側にある、左下側の部分が全てゼロである。ということですね。逆に下三角行列というのは、まあ、こういう,う例ですね。例としてはこういうものが上三角行列で、 えー、逆に下三角行列は上半分が、えっ、ー、と、上半分というか、対角成分より上側が、右上側が0になるということですね。はい。まあ、今対角成分に0入ってますけども、まあ、とにかく対角成分より上側のところが0になるということですね。で、えー、AB が、ま、上三角、下三角であればあ、かけたものも上三角、下三角になります。これはぜひ皆さんですね、ちょっと、二次正方行列とか三次正方行列で三次の上半、 2次の上半下半でちょっと実験して、ぜひ計算して実験してみてください。で、えっと逆行列の性質としてですね、A のと、これを0行列が抜けてますね。A のと0行列でも生息でない場合があるということですね。えー、それで、例えば1224は AD-BC が0ですから、この場合は逆行列がないということですね。それから次に、 A が正則行列であれば、点値 A も正則行列であると。はい。点値 A のインバース。じゃあ、その逆行列何になりますかっていうと、点値 A のインバースは、A のインバースの点値行列になるわけですね。で、これは容易にわかります。A が正則ですから、A インバースがあるわけですけども、点値括弧 A インバース。つまり、A インバースの点値行列と点値 A をかけると、点値と点値の積ですから、積の点値なんですね。順序入れ替わって積の点値になります。 はい。順序入れ替わって、席の順序がこう入れ替わって、えー、点値括弧 A、A インバースの点値になります。で、A、A インバースはもちろん単位行列ですから、単位行列の点値ですけども、単位行列はもちろん点値をとっても変わらないので、たえー、A インバースの点値が点値 A のインバースであるということがわかるわけですね。はい。で、えー、っと、以前にもやりましたように、最初の 方方でやりましたように、逆行列はただ一つ存在するということがわかります。ということですね。はい。で、それから A と B が生息、逆行列を持つときは、かけたもの、その積も生息になります。で、AB のじゃ逆行列は何ですかかけたもの,のインバースは何ですかっていうと、点地のとき同様ですね、咳の順序が逆になるんですね。で、それはどうしてかというと、実際、こうなることを確かめればいいわけですね。AB と B インバース、A インバース、 b インバースと a インバースの積をかけてみて単位行列になればいいわけですけども、結合法則を使うと、このようにですね、ab と b インバース、a インバースの積は、a 括弧 bb インバース、a インバースとなって、bb インバースというのは、bb インバースというのは、これは単位行列ですから、a かける e かける a インバースということで、a,a インバースになりますと。ということは、はい、え、イコール e ということがわかるわけですね。はい。 ということで、えー、逆行列の性質の例題としてこういう問題を考えてみましょうということではいちょっと、えー、計算してみましょうはい、まあ、まだできてないと思いますけどもちょっと動画を止めてやってみましょうはい、えー、点値 AB のインバースはどうなるかっていうと b インバースの点値 a のインバースですと。で、b インバースがここに与えられていますから、b インバースは114-211302ですから、b インバースかける点値 a インバース。a インバースの点値ですね。ということなので、この a インバースを点値を取ればいいので、このように231-151-113ということで、この積を計算すれば答えが得られますということですね。はい。